reach beyond Australia. Our programs on this frequency will commence shortly. Beyond Australia welcomes you to this Japanese language broadcast. こちらはHCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部の藤原総選挙から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。日本では台風もそろそろ終わりのようですが、早く次の季節へと移ってほしいところですね。さあ、それでは今週も先週に続きまして皆様をハムフェア2017年の会場であるビッグサイトへとご案内してまいります。日本短波クラブの小野岡さんがハムフェアの会場に来てくれましたので、彼なりの印象をちょっと聞いてみたいと思います。小野岡さんどうぞ。あ、こんにちは、短波クラブの会員の小野岡治と申します。毎年このハムフェアには、参加させていただいて、もう間もなく20年近くになるんですけれども、やっぱり年に1回ぐらいはやはり会員の皆様に、ね、顔出ししないと、そんな気がして、それでこのハムフェアだけは少なくとも参加しようと思って、毎年、お邪魔させていただいています。で、どうですかこの印象、なんか感じるところありますでしょうか。そうですね、それなりにやっぱりこうにぎわってるかなっていう感じはありますけれども、去年よりもだいぶ、入場者数も多いというようなことなので、結構ご雑音が多いかもしれませんですね。他どうですか。周りもだいぶざわついてますけれども、いかがでしょうか。その他、皆さんにお会いする以外のなんか楽しみはありますか。ハムフェアについて、いかがでしょうか。やっぱりからいろんな情報を、聞いたりして、やっぱり自分のやっぱり参考にできる部分がやっぱりあると思って、それで、毎年このハムフェアには参加させていただいています。そうですね、品会員がたくさん来られますので、ぜひ皆さんといろいろお話をしていただきたいと思います。本当に今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それではまた会員の秀島さん、最近はほとんど参加されているような感じですが、今年の印象どうでしょうか。今年は人が多くてですね、大変なにぎわいで、特に GSWC にもたくさんの方の応援になりまして、大変なにぎわいでございました。はい、なんかあちこち回って面白そうなのを見つかりましたですか。BCF とはちょっと離れるんですが、 CW の関係のですね、サ
クルにちょっとあの足を突っ込みまして、CD を買いまして、今度 CW をあのやってみようと思っております。はい、なんか CW もね、だいぶコンピューターを使って昔とは違って、たやすく、送受信できるというようなことのようですが、どうですか？そうですね、コンピューターも、まあ、コンピューターもいいんですけど、やっぱり元はといえばアナログ、特に尾崎先生の HCJP の放送のようなソフトなアナログのやっぱり放送が一番の原点だと思います。それでは、まあ、いわゆる信用打ちということですか、信用では。そうですね、はい、まあ、原点ですからね、それはそれに面白いんだろうと思いますが、はい、はい、毎月のようにあの舐めるように読んでおります。 ありがとうございます。まあ、あの皆さんいろんな投稿されてますんで、ぜひ多くの方に参加してもらって楽しい感じ作りができればいいと思ってるんですけど。はい、ありがとうございます。放送をまたあの聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、吉本さん、ありがとうございました。どうも。はい、ありがとうございました。アンフェアの会場です。会員の小林さんに来ていただきました。ちょっと印象を語ってもらいたいと思います。はい、こんにちは、埼玉県越谷市の小林です。いつもお世話になってます。ハムフェアにはですね、ここ 3,4 年、毎年日曜日に来てます。毎年毎年来場者が増えている印象を受けてます。今年も日本短波クラブのブースにお邪魔しまして、お手伝いさせていただきました。この会場に来ますと、あの日頃日本短波クラブの開始でお名前を伺っている方と直接お会いすることができまして、いろいろ細かいお話を聞くことができて、大変有意義だと思ってます。 HCJB の番組につきましては、今年に入りまして最も印象に残っているのは、ノベンバー9でアーチショコレートミルクですね、コルドン・カウンズさんのインタビューの番組が大変印象に残ってます。もし可能でしたらまたコルドンさんのお話を聞かせていただければと思ってます。尾崎さんもどうぞお体お大事になさって、末永く、ご活躍いただければと思います。ありがとうございました。小林さん、本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、またよろしくお願いいたします。失礼します。短波クラブの会員の加藤さんに、昨日からもずっと物資の支援をいただいているんですが、今年のハムフェアについてお話をいただきたいと思います。東京府中市に住んでおります加藤信夫と申します。去年の夏にこのハムフェアで、日本短波クラブに入らせていただいたものです。先日あの HCJB の放送で、元 SLBC の岡田陽子さんのインタビューが流れまして、今日ここに来て、今年ここに来て一番の収穫は金沢恵美さんに今しがた会ってきたところで、SLBC の訪問した書籍もあの昨日購入して読んでるところですけども、あの尾崎先生のご配慮のおかげで、こういう関係でまたあの SLBC のファンの方ともなんかつながりができて、やっぱり、やっぱり短波放送を聞き続けること、やっぱり HCJB を聞いていくということも、あの私の人生にとって非常に大きな励みと生きる喜びになっているのだと思います。以上です。ありがとうございます。その他なんかクラブのブースに行ってお会いした人たちの印象とか、あるいは他のブースもあってこんな感じを受けたというような何かありましたでしょうか？やはりあの BCL の仲間といいますか、私も30年以上前から続けているので、その時に、その解放だけで知り合った方と先ほど、お話しすることができて、やっぱりそういうことがこう30年40年前の、ただ開始だけのでの知り合いだった人がとここでまたこう直接お会いできるっていうのを、素晴らしいことだなと、このイベント自体が非常に一
々の人生にとって喜びを与えているんだろうということを実感しました。ありがとうございます。まあ、こういうことまた来年からもご支援のほどよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ハムフェアの会場でちょっと雑談が多いんですけども、クラブの辻由紀子さんを捕まえましたので、ちょっと今年のハムフェアの活動の様子を伝えてもらいたいと思います。はい、辻由紀子です。ハムフェア、最近はほとんど毎年参加しておりますが、今年も盛況だったと本当に思います。私自身もすごくよく楽しめます。最近はアマチュア目線の女性のクラブに、入会しておりまして、そちらの活動でブースを出しをしました。アマチュア目線を始めたいという女性が割と若い女性を中心に最近増えているみたい で、その方たちをサポートするそういう活動もしております。今回もたくさんの女性の方にお会いできてよかったです。今年はなんかアメリカまで行かれたって、その辺もちょっと教えてください。はい、子育てが一段落したというのもありまして、ちょっとアメリカの方に旅行行きたいなと思ってまして、で趣味と一緒にできるかなと思って、オハイオ州に昔交換留学生として住んでたこともありましたので、場所的には地理的にはしている場所だったので、なるほどね。ハムフェア、ね、今年若い人もたくさん来られて、人数もなんかすごく多い印象ですけど、全般的に他のブースもちょっとご覧になりましたですか？はい、一通り全部拝見いたしました。はい、もちろんタンパクラブも行きました。ありがとうございます。まあ、ということで、入場者数も、もう去年よりもだいぶ多いということでもありますので、まあ、来年ちょっとオリンピック並みでね、会場がどうなるかわからないんですけども、これからもお互いにこの無線の世界を走れるように頑張っていきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。会員の小原さんをやっと捕まえました。今年はタンパクラブのブース以外のところでいろいろお仕事があって、お忙しいようですが、小原さん、ちょっと今回のハムフェアのことをちょっとご説明ください。はい、小原です。今年はタンパクラブのブースにはちょっとあまりいる時間が少なくてですね、他の具体的に言いますと、ローカルコミュニティ FM ですかね、FM パルブのところで、少しこの無線に関する電話に公開録音で公開録音をやってるんですけれども、まあ、そちらのお手伝いを少しやっております。なので実はあまりまだ他の返事は回ってないんです。回る時間がちょっとなくてですね、タンパクラブのブースとこの FM 局のブースを2つ使われています。FM のブースでは具体的にはどういう活動をされてるんですか？はい、全くの裏方でして、これ番組収録の間に抽選会ブースの前でお客さんにコールサインと名前を書いていただいてて、抽選会やるんですけれども、それの手伝いをしております。ちょっとね、あまり普段やらないような仕事なんで、まあ、これもこれで楽しんでやっております。パルルンは生放送をするんですか？公開録音ですね。なので今日は番組2つ収録したので、多分9月入って、来週か再来週あたりにやるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。だいぶ混んでるようですけど、反響的な印象はどうでしょうか？番組収録中は結構たくさんのね、お客さんスタジオの周りに集まっておりまして、割と若い人たちとか女性の方もね、例年に比べると多いような気がします。そうですね、人数が多いだけじゃなくて、なんて言いますか、若い方も女性の方もだいぶ幅広く皆さん来てくださるような感じになってきました。そうですね、
ちらかというと普段よりはあのよりこう、まあ、ファミリーで、ね、楽しんでいただこうという工夫が結構ねあの各ブースで見られるような気がします。まあこの勢いで、どんどん続いていくというんですが、ちょっと来年はね会場の関係で今予定に発注しないようですけども、これからも VCL 活動が活発になるように、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、そうですね、まあこの年になりましたのでと言いますか、はい、この若い人たちにこの楽しさをね伝えていかなければならないなということで、いろいろところでもお手伝いしたいなというふうに思っております。いや、これからもクラブのフェスをよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではここは電波新聞社のブースです。ご存知 BCL マニュアルの令和版がこのカムフェアで先行発売、先行販売ということで、編集長の大橋太郎さんに少し話を伺いたいと思います。先生どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。まずは令和版の BCL マニュアル発売おめでとうございます。どうもありがとうございます。結構ね中身が濃かったんで、構成するのに丸1日かかるぐらい。あ、そうですか。はい、ズバリ売れ行きはどうですか。もう大変良くてですね、初日、今日は2日目なんですけど、初日は60冊持ってきたんですが、1時間経たないうちに売り切れ入ってたんで、で慌てて会社に電話したら、あと20冊しかないです。書店なんかでマイクを持ったら、その20冊持ってきたら、今何分ですか。30分ですね。でも残ってないってことで、残念ながら。アマゾンの製品販売のところではランキングが出てるので、はい、調べましたら、昨日、今日とずっと予約中の方なんですけど、無線関係とオーディオ関係の雑誌の中でトップを占めてます。そうですね。すごいですね。いや本当に私もちょっとブースに見てたら1分に1冊のちょっとでやはり売れてるみたいですね。はい、お釣り渡すのてんてこまい。そうなんですね。最初に BCL マニュアルが出てきたような感じですね。あの時も大変な騒ぎでしたから。そうですよね。私も もう予約してね、もうまだかまだかと本屋さんにもう駆け込んでね買った記憶がありますけれども、はい、ちょっと遅れたんですよね。そうですね。今回は9月6日ですね。9月6日に書店になっております。はい、はい、はい。簡単で恐縮ですけれども、なんか編集中の苦労話のようなことは今回どうでしたかね。はい、全くですね、苦労というよりも、現役で BCL なさってる皆さん方の、大変手伝っていただいて、はい、当時の、文脈というか編集内容を残しつつ現代版に皆さんの力で変えていただいた、令和版に変えていただいたということで、はい、ただただ感謝でしょう。はい、他には相当濃いものができたと思います。はい、実は私も少し書かせていただいてるんですけれども、はい、多分表紙のベリーカードも何枚か私もじゃないかと思います。あとは関西ブックスさんの方ですね、はい、山田先生のいろいろな資料をお預かりいただいてるんですけど、はい、それも山西さんの方でも非常に協力的に場所を提供していただいて、その中からも何枚か写真を資料を使わせてもらいました。はい、お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。はい、電波新聞社のブース、ハムフェア2019年ですね、日本短波クラブの大原がお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございます。では最後に日本短波クラブの赤林隆人さんに最近の BCL 機器と今後の短波の伝わり方についてかいつまんでお話しいただきます。日本短波クラブの赤林隆人です。今年のハムフェアでの日本短波クラブの講演会では最近の BCL 機器と今後の短波の伝わり方が話題になりました。新しい BCL 機器としては中国で生産された3つの機種が取り上げられました。まずアンテナでは
MLA30 という室内用ベランダ用のループアンテナが発売されました。送料も含めて約4500円程度と大変コストの安いアンテナです。しかし機能的には BCL に昔から人気のイギリスベルブロック社のアラ1530と同じアクティブ型のループアンテナです。買ってきますとおもちゃのようなピアノ線のループが付属していますが、これを自分で作ったもっと大きなループなどに取り替えることができますので、いろいろと応用範囲の広そうなアンテナです。とにかく値段の安さが非常に大きな魅力であります。 BCL ラジオとしては同じ中国の XH データ社の D808 が話題となりました。超小型ですけれども、全て内部はデジタル処理を行っております。で、超波から中波、短波、FM も全てが非常に高精度で受信でき、特に FM はロシアで使用されている 60MHz 帯も含んでいるという優れものです。で、デジタル処理を行っているだけに短波帯での選択度は7種類もあります。またデジタルの電解強度表示までついております。それで価格は1万円以下という驚くべき機種です。で、充電式になっておりまして、スマホの充電器をそのまま利用できるという点も便利で、持って歩いたりするのにも非常に重宝いたします。 SDR 受信機としては注目されているのがキウイ SDR です。こちらも価格が3万5千円程度と他の SDR 受信機と比べると格安ですけれども、受信機本体だけでなくて小型コンピューターを内蔵しておりまして、ネットに接続してブラウザーから操作して受信するようになっております。そのためコンピューターに特別なソフトを入れたりすることが不要になりまして、どこからでも操作できる点が魅力です。隣に受信機がある必要もありません。極端に言えば受信機を持っていなくてもアクセスの許可をしているキビ SDR ならば受信が可能なわけです。例えば日本から南アメリカやヨーロッパなどの世界中に設置されたキビ SDR にアクセスして現地の受信状況を確かめるなどという、これをリモート受信って言いますけど、こういうようなことが簡単にできますので、まあ、今後大変魅力的な受信機であるというふうに言えます。もう一つの話題は短波の伝わり方についてのものです。このリーチビヨンドの放送もオーストラリアクヌヌラ送信所からの短波の電波を上空の電離層で反射して日本に伝わってきているわけですが、この電離層での反射のしやすさを作用するのが、太陽黒点の数であります。で、この太陽黒点というのは太陽の表面に見える黒い点のことです。で、この点が多いほど地球に多くのエネルギーが太陽から降り注いで、その結果電離層の密度が高くなりまして短波が反射しやすくなります。で、太陽黒点の数は約11年の周期で多くなったり少なくなったりしておりますので、それに伴って同じ周期で短波が伝わりにくくなったり伝わりやすくなったりすることが繰り返されます。これをサイクルと言います。で、今年2019年はサイクル24と呼ばれる時期が終了したところであります。したがって年初からほとんど太陽黒点が観測されないという非常に太陽活動が低調な時期に入っております。で、なぜこの11年周期のサイクルがあるのかという理由についてははっきり分かってはおりません。ただ説としては太陽の内部に生じている磁場の影響によるという説と、太陽の近くにある質量の大きな惑星、具体的には金星、地球、木星に当たりますけど、この影響で太陽の表面に潮の満ち干のような現象が繰り返し起こるからだという説があります。
実はサイクル24は BCL ブームだった頃のサイクル21と比べて太陽黒点数があまり大きくならず、短波の伝わり方もあまり良くありませんでした。具体的には13メーターバンドとか11メーターバンドの高い周波数がほとんど使い物になりませんでした。次のサイクルであるサイクル25は来年あたりから立ち上がってきまして、5、6年後には短波の伝わり方が良くなるはずです。例年でしたらですね。ところが最近学者の一部から今年以降のサイクルというのはあっても太陽黒点数があまり増えず、太陽活動は低調なままで、その期間が2055年ぐらいまで続くという説が出されております。実は過去にも17世紀の半ばと19世紀の初めに実際にこういう時期があったそうです。ただその頃は電波が利用されていなかったので伝わり方が悪くなるとか、そういうことについては問題になりませんでした。で、この説が本当だとすると、この先に30年以上電離層の密度が、薄くなって短波が伝わりづらい、すなわち高い周波数が使えない時期が続くことになります。これは短波放送や短波通信には大きな影響を与えます。もちろん短波が全く使用できなくなるというわけではなくて、低い周波数は使用できます。また短波で波長の長い超波や中波帯は逆によく伝わるようになると言われておりますので、 BCL にとって一概に非常に悪いことであるとは言えないように思われます。何事にも時があり、出来事には全て定められた時があるというようなことを申します。長い宇宙の周期の中で起こる自然現象を利用しておりますので、これについては冷静に、今年から来年にかけて太陽黒点数が増えてくるかどうかということに注目しておく必要がありそうであります。日本短波クラブの赤林隆人さんに今年のハンフェアの日本短波クラブ講演会でお話しいただいた最近の BCL 結局と今後の電波の伝わり方について最後に短くまとめてお話しいただきました。なお来週からは2回にわたりまして、日本フレイの旅 HCJB リスナーの集い、大阪での集いの模様をお送りしますので、どうぞ楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで
どうぞごきげんよう。さようなら。Thank you for tuning to Reach Beyond All Star. Please join us every Saturday and Sunday morning at 2230 UTC or 730 AM in Japan on a frequency of 15410 kHz in the 19 meter band.